今日のマーティー君。はい、マーティー君。今日はちょっとね、お外出てみたよ。パパの中入ってね、パパの中に入ってお外出てみてます。こんな感じだよ、外は。ねえ、大丈夫？ちょっと怖い？ちょっと怖いか、マーティー。はい、じゃあマーティー君、今日の本編行きましょう。はい、こんにちは、マーヤチャンネル前原です。はい、今日はですね、ベイブレードの動画なんですけれども、うん、こちらのスクリュートライデントね、うん、これはね、ランダムレイヤーコレクションボリューム8、うん、出たやつですね。そうだね。まあ出たというか、うちはフルコンプセット購入したんだけど、うん、これがですね、まもなくブースターで発売されますね。スクリュートライデント8バンプウェッジっていうのがね、スクリュートライデントのレイヤーと8ディスクとバンプフレーム、うん、これはうち持ってるんだけど、ウェッジっていうのは今回新パーツなんだね、うん。で、尖ったメタル素材の軸先がブレない中心軸を生み出すっていう、ちょっと先っぽがメタルになってるらしいのよ。なんで先がメタルになってるっていうと、このアイアン、うん、がメタルで一番近いかなと思って、今ちょっとこれを装備してます。このダミーのスクリュードライデント 8BWT としてちょっと対決していきたいなと思います、はい。じゃあ早速バトルしていきましょう。私はスクリュードライデント8バンプアイアン。僕はツインネムシス5ボルテックスゼータスマッシュモードのアタックモード。はい、3、2、1、押して。やっぱり追いつかれないで、追いつかれた。さあ頑張れ、スクリュートライデント、君の強さを見せてくれ。ちょっと違うけど、うん、アタックタイプじゃスタミナ少ないと思う。あら、ちょっとなんか、よっしゃ、3、2、1、押して。ちょっと強めにシュートしてくれ。よっしゃー、3、2、1、押して。強めにシュートしてくれ。よっしゃー。僕はスプリガンレズームゼロアンダーベアリング左回転でいきます。はい、3、2、1、押して。追い出せ。こっちには吸収がついているんだ。いやいや、こっちも吸収だからね。吸収できるんだよ。いや、そっちは攻撃吸収だから。こっちは回転吸収だよ。それなんか違いがあるの。うん、あ、いけ。あ、ちょっとやりぬですから。ちょっと、よし、なんとか立ってる。頑張れ。よし、吸収。よっしゃー、3、2、1、押して。ちょっと強めに打ったよ。強めに打つとこうなるのだ。あ、そうだよね、当たんないとね。当たんなければ、あ、当たってる。押し出す力がもうない。ダメだ。おかしい。いける。なんかこのリブートみたいな動きするね。はい、面白いね。ダメか、いっぱい食べてー。 3、2、1、押して。残念、無念。でも早い段階でじゃダメだね。いけ、ダメかなんやねん。ダメか、弱ってる。相手は弱ってる。ダメだ。僕はストライクゴッドバイクで6スターアルティメットリブートでいきます。はい、3、2、1、押して。いける。よし、いいよ。よし、リブート。よし、いける。やばい、あれ当たんなくなっちゃった。あ、よし、まだリブートしない。え、してないの。うん、今でした。言いましたけど、時必要。無理だったー。 3、2、1、押して。おー、跳ねた。よし、おー、当たる。よし、いけ。あー、容赦バースト。4、2、1、押して。おー、うわー、追いかけっこになった。あー、惜しい。今追い出すチャンスだった。これはちょっといい。はい、パパが壁に思いっきり当たっちゃったから回転力落ちたな、パパのね。多分そんなことないけど、こっから吸収。いける。よっしゃー。じゃあ私ですね、ドライバーだけ変えます。
スクリュートライデント8バンプオービットにしますね。はい、今度出るのはねスタミナタイプみたいなんでね、オービットでちょっとややスタミナ系にしていきます。僕はジャシンアマテラスエアロスパイラルでいきます。はい、え、適当改造、適当改造だけど邪神っぽく改造してみた。色合わせね、色合わせ3、2、1、ゴー。小さいから、小さいね、小さい、全然スクリュートライト、ほら来たよこれ、おっとおっと、あ、やっぱりオービットだ、綺麗にとどまってるよ、くぅ、はい、ちょい吸収があるから、うわー、オービットはきついぞ、あ、これ、あ、すごい、3、2、1、ゴー。よし、バーストしてやる、よし、バーストしてやる、あー、バーストバーで宇宙人っぽく行ってみた。さあどうぞ。大丈夫。いける。すごい。いやこれはやばいね。うわだだ。3、2、1、押せ。ああ。その通り。それでよい。かわせばよいのじゃ。レッサン。真ん中にとどまる。お前の攻撃力はもう。ゼロです。ゼロだ。チーン。僕はブレイズラグナルクフォースターブローメタルゴッドチップ付きでいきます。はい、3、2、1、ゴー。どうだ、両方とも丸系のディスクだ、ディスクなフレームだね。時給だとこっちの方が分があると思うよ。あれ、アタック的になってないの？いけるんちゃう。おー、ノー、嘘。3、2、1、逆にどっちが逆に、そこまでちょっと強く当たれ。お互いに回転数落ちてない、いや、僕の方ちょっと落ちてる、カチカチバトルだね。よいしょ、いけ、よいしょ、4、2、1、ゴー。おっと、激しく当たったか、大丈夫かな、大丈夫か、よいしょ。僕は GKX カリバー1アイアンにします。はい、4、2、1、ゴー。うわー、あらららら、追い出されちゃった。4、2、1、ゴー。ジュゲルが勝ちというのもあるよね。バーストだ、バースト。いける、これいける。もう弱ってる。スタミナない。ジュゲル弱ってる。よいしょ。スタミナがない、やっぱ。4、2、1、ゴー。うーん、追わない。わー、追い、惜しい。あー、どうした、バーストですね。結構このスクリュートレーデント8バンプオービット強いんで、最後にもう一度トリガンレクイエムと対決させてください。右回転にいきます。あ、右回転すんの。うん、4、2、1、ゴー。さあ、やっぱりあれなのかな、ドライバー回転も一緒かな、一緒か。おー、竜巻いけー、すごいなぁ。あ、いける、やばい、うっそー、いける、うっそー、4、2、1、どうだ、うおぉ、いけるんちゃう、今回もいけるんちゃう、頼む、いける、よし、うっそー、土壇場で逆転、やったー、3、2、1、ゴー。よっしゃー、さすがにレクリウムにはかなわないね。はい、ということで今回はスクリュートライデントの発売が楽しみになってきた。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひ高評価とライクお願いします。はい。
そして今回のおすすめ動画はこの辺に出てますので、ぜひチェックしてみてください、はい、それとチャンネル登録はこの辺りからよろしくね、ということで、スクリュートライドって本当に楽しみになってきたね、うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ、はい。